こんにちは、ハイジーです。今日もお寿司が食べたい気持ちが抑えられなくなってくら寿司さんにやってきちゃいましたよね。さて今日は何のお寿司から食べようかなと。あれちょっと待って、あれ今のなんだ、え戻って一回戻って、これな、なんだこれどういうことなの。今年のくら寿司のハロウィンは一味違うぞって、毎度のことながらお寿司屋さんの殻をどれだけ破るのよ。見るからにすごいメニューのオンパレードで、よく見たらお寿司が一個もない。もう驚きすぎて歯が抜けるほどだ。とりあえず注文してみよう。このお化けの黒カレーってやつと魔女のエビマヨね、名前もすごいな。お、来た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 、これがお寿司屋さんのハロウィンのメニューってことね。ってやっぱ現物すごいね。カレーのルーがいいとして、ご飯にかかってる紫の何よ、どういうことなのよ。でなんか綿飴がついてますよね。で綿飴はいいとして、エビ天なんだけど、エビ天の上にかかってる紫の何よ、すごい濃厚な紫かかってるんだけど、どういうこと。いただきます。というわけで、とりあえずお菓子要素であるこの綿飴をルーの上に乗せるのね。これ乗せましたらどうなるどうなるのどうなるの。乗せたよ、乗せたけど、な、なに、あ、溶けた溶けた、溶けてる、え、ルーにすごい溶けてる、溶けてる、なんかハロウィンっぽい、すごいこういうの楽しい。あ、テンション上がっちゃった、だってもう溶けて消えちゃってんだもん。なにこれ。あ、そんで混ぜてる、あ、混ぜてるのは自分で混ぜてるだけ。ルーだけすすってみますと、あ、やっぱ甘さが際、あれでも奥にちゃんと辛いのがあるぞ。あ、結構コク深い黒カレーだ。黒カレーだけど甘い綿飴を上に乗せることによって、ちびっこも楽しめる味になってるってことか。そんでライスだけを食べたらどんな味がするんだろうな。と、これは、あ、シャリだ。お寿司屋さんの意地としてシャリを使ってるぞ。紫のやつはなんかマヨソースっぽい舌触りで、シャリの味は特に邪魔してる感じではない。カレーライスとして食べてみると、やっぱり前半は甘さが際立つけど、後半にカレーそもそものピリッとした辛さが顔を出して、最後は酢飯が爽やかに締めてくれてるって感じかな。そんでエビに関しては、家の冷蔵庫開けていきなりこれが入ってたら絶対に食べない見た目でも、口に入れてみたらこれが思った以上にちゃんと美味しいエビマヨだから不思議だよね。見た目で判断したら完全に苦くて酸っぱい苦酸っぱそうな感じなんだけど、実際はオーロラソースみたいな味わいっていうのかな、ちゃんと美味しいやつなの。まさに心優しい怪物だね。ここまで来たら魔女の歯茎アイスも注文してみよう。そんで今日はもう恐怖の目玉ムースが売り切れみたい。やっぱりみんな気になって注文しちゃうんだね。そんで魔女の歯茎アイス、やっぱりとんでもないね。見た目だけで言ったらやっぱりもう申し訳ないけど美味しくなさそうだよ。一本虫歯あるしね。赤いのはこれ口から血が出てるって演出なのかな。いやね。で引いてみたら完全にもう怖い化け物。食欲が湧く見た目ではない。でも食べてみたら、ミルクアイスにラズベリーソースをかけたものをワッフルで包んでいるっていう美味しいスイーツなんだよね。そんでマシュマロの部分に関しては、お寿司屋さんっていう環境もあってか、見れば見るほど貝柱が食べたくなってきた。だからこの日は貝柱をいっぱいおかわりしたよね。貝柱ってもしかして大人のおやつなのかもしれない。